二度とあの悲劇を起こさせはしない。まさか魔法の逆算？僕が演じているのは主人公のデジール・アルマというキャラクターで、この世界をやり直してみせる。改めて見るとすごいですね。1年の冬から演劇部に所属することになって、こちらは、はい、ここは僕の声優としてのルーツでもある演劇部に所属してたんですけども、高校の時にその演劇の大会が行われていた場所ですね。石川県文教会館という場所です。懐かしい。そう、うわそう、こうめちゃくちゃ思い出すな。これだって大会以外で来ることなかったんで。あ、そうなんです。そうです、もちろんもちろん。僕だから人生って多分3回目ですここなのに妙に覚えてるんですよね。行ってみましょう。うわあ、そうか。めちゃくちゃいいホールですね。こんないいとこでお芝居やらせてもらってたんだ。すごいですね。訪れるのがもう20年ぶりとか。そういうことですね。高校の時以来なので、20年ぶり。いいですね。やっぱ板の上っていうのはなんかもっと平場広い印象でした。うん、今立ってみると向こうから見た感じ、あ、こういう感じだよなっていう印象だったんですけど、立ってみるとなんか倍ぐらいでかい印象というか、ここ大道具置いてた。そうそうそう、そうそう、広いんですよ。そう、ここになんか3年の時のお芝居で使ったのがでかい柱みたいなやつを4本か5本ぐらい使ったんですけど、そう、ここに置いてあった。あ、思い出した。なんか作品作るのは多分好きなんですよね、お芝居単品っていうよりは。でもその中で、やっぱり一番最初にやった役職がその役者だったので、役者として作品作りに参加するっていうのが一番自分の中でこうぴったりくるものだったんだと思うんですよね。変身願望みたいなのがあったんでしょうね、きっと。逆にアニメとか漫画好きだったから、そういうどっちかっていうと引っ込みな方の子が憧れるヒーローになりたかったみたいなのが体現できるのが多分お芝居だったんだと思うんですよね。それでやってみて面白いと思ったんでしょうね。覚えてるのは僕が3年生の時の公演の時だけなんですけど、ちょうどさっき入ってきたあのホールの入り口の広くなってるところに感想を書く模造紙みたいなのがいっぱいバーって並んでて、各学校の演劇を見た人たち、それこそ他の学校の生徒さんたちとかが感想を書いていく模造紙があるんですけど、そこに僕のやった役の役名でいい声だったっていうのが書いてあって、自分でそんなこと意識したことは当然なかったのでびっくりしましたね。うん、自分の声っていうのはそこで初めて意識したのかなと思いますね。もともとアニメ好きでしたし、他にもアニメ好きな部員とかいましたけど、なんか別にボイスドラマ撮ろうぜみたいなことはなかったので、声にその特化して注目したことっていうのはなかったから、だからびっくりしたんですよね、きっと。僕小中高の記憶ってもう ほぼほぼないんですけど、でも妙に鮮烈に覚えてるのはやっぱそこなので、自分の声っていうのを意識したのは大きかったんでしょうね。本当ここにいくつか並んでたんですよ、あのホワイトボード的なやつが。でそこにこう置き戻し貼ってあって、表面裏面で違う学校さんみたいな、で多分うちここに貼ってあって ここで見た記憶があるんですよ。ここのなんか左端の方に2つぐらい書いてあった記憶があるんですよね。いい声でしたって。このオブジェの記憶めちゃくちゃあるんですよ。だから
だから外の景色とか客席の景色よりもここがもう僕の中の文京会館の印象なんですよね。めちゃくちゃ覚えてるんですよね。だから書いてくれた方にめちゃくちゃ感謝してます。見てたりしませんよね、その時書いた記憶ある人。見てたらすごいですよね。わざわざね、声に注目してくださった方だから同じ素養を持ってるとは思うんですけど、今もお宅でいてくれたらなんかご一報ください。僕いわゆる進学じゃないクラスに進んでたんですよね、3年の時に。一クラスだけあった。だからその時に何をしたいか別に何もイメージなかったんですよ。得意なものはもう本当何もなかったですし、でそこで僕のその専門学校への道の道しるべになった人が一個上の先輩でいたんですよね、高校のその演劇部で。同じようにアニメ好きで声優になるんだっていうので、僕の母校である東京アナウンス学院という学校に行くんですけども、その人と遊びたくて、まあ、東京に遊びに行って泊めてもらって、で学校の話とか聞いてるうちに、あ、そういう道もあるのかもしれないっていうのが、まさにこの大会もあった夏休みの時期だったんですよね。いわゆるお芝居の基礎のレッスンもあれば、滑舌に特化したレッスンもあって、で殺陣とか中国武術とか、なんか覚えててやっときゃよかったなと思うのは先生術とか、なんかスペイン語とかもありましたよ。本当何でもあって、あの時いろいろやっていけばよかったなと思ったんですけど、で僕はいろんな、声のお芝居に関することばっかりやってましたね。ナレーションの授業とか朗読の授業とか、そういうのばっかり率先して取ってましたね。2年に上がる時に、その時、教わってた先生が、僕が最初に所属した事務所の、立ち上げに携わってて、それで声かけていただいて、もう二つ返事で、あ、もうそれは喜んでっていう。まあオーディションもボコボコ落ちるので、今とは当然感覚違いますけど、やっぱショックですし、その事務所所属できたとか、そういったある種成功体験なので、にもかかわらずそこから先何もつながらないっていうので、なんか自分の中に芽生えていた自信みたいなものが、まあ、だんだんすり減っていきますよね。アニメで初めて出演させていただいた創世のアクエリオンっていうのをやるに至るまでに、もうすごい数のオーディション落ちましたし、ただその中で2本ぐらいドラマ CD のお仕事を先輩のバーターでいただいて、参加させていただいたこともあって、で声優の現場を見ることはできていたんですけども、だからこそ余計に、自分に何が足りないんだろう、で何ができてなくて何ができてるんだろうっていうのが、こうなんかぼやーっとしたまま過ごしていた気がしますね。いや何にもできてなかったですね。今やっぱり時々1話を見返すんですよ。もうなんか全話見ようと思って1話見るんですけど、1話でくじけるんですよ。これはきついなっていう、まあ、当然新人はその時自分しかいなかったので、周りはもうそうそうたるメンツで、やっぱり当然のように第1話収録終わって居残りして、僕一人で何度も何度もこうテイクを重ねてっていうのを経験して、それもあの1話だけじゃなくて2話も3話もって何度もこう続けていって、すごいへこみましたね。めちゃくちゃ練習していったんですけど、なんでそこでプロの現場の厳しさっていうのをすごく思い知らされましたね。なんかあるこうお芝居、主人公がこう叫びながらこう空にパンして終わるっていうシーンがあった時に、それをテストでやった時に、なんかああそんな感じっていうのがあって、なんかあれ思ってたよりこう来たなっていうリアクションされてたのをなんかすごく覚えてるんですよね。だからもっと時間かかるだろうなって思われたんだろうなと思ってたんですけど、でもその時に、あ、何かこう掴んだのかもしれないっていう実感がありましたね。とかそれ以外でも、まあその時ご一緒していた中で一番年が近かった杉田智勝さん、キャラクター同士が中身こう入れ替わるんじゃないんですけど、真似をするっていう回があった時に、杉田さんのキャラの真似を僕のキャラがするっていうのがあって、その時に、おー、いい声だなって言ってくださったんですよね。杉田さん僕よりも当然声低いので、そっちにちょっと寄せてみてお芝居をした時に、おー、低いのもいいじゃないかみたいなことを言ってくださって、それはなんか妙に自信につながったというか、嬉しかったですね。僕先輩にこう
こう何かを聞いたり、これどうやったらいいんですかみたいなことを全く聞いてこなかったんですよ。もうなんか聞くに聞けない性格というか、うん、っていうのもあって、なので自分のやってたことが正しいのか、どれぐらい良かったのか、はたまた間違っていたのかっていうのは分からないままずっと今までに至るんですけど、その中でもそういうふうに先輩の方から言ってくださったっていうのは、なんか僕の中ですごい価値になっているんですよね。本当に過去の世界だ。うん、たくさんの作品が今世の中に生まれてて、で当然一つの役には一人しか決まらないんで、だからめちゃくちゃ嬉しかったですよ。それはそれは改めてそこから原作をちゃんと読み直すというか、原作もこう縦読みでスマホでずっと流して読んでいくのはやっぱ新鮮ですし、僕はやっぱり普通に紙の媒体でこうやってペラペラ読んでいくのが当たり前だったので、でそういう作りも新鮮でとてもダイナミックに楽しく読めましたし、だからオーディション決まってこの役やれるんだって思うと、もうその段階からセリフの練習を始めちゃうんですよね、僕いつも原作あるものだと。だから家で読みながら、このセリフこんな感じかな、こういう時どんな気持ちなんだろうっていうのを考えながら読むのはめちゃめちゃ楽しかったですね。デジエルってその一回その挫折、仲間を失い自分の命も失いっていう大きな挫折からの立ち上がる主人公なんで、エネルギー結構強いなと思ってたんですよ。で、その気持ちでこう作って持っていったら、ちょっと熱すぎるなっていう、ヒーローしすぎてるので、どっちかっていうとその悔しさだったりとか、どっちかというとネガティブな方の気持ちをエネルギーにしてくださいっていうのを言われて、ああそういうことかっていう、なんかダメだったことをやり直すっていうのって確かにマイナスエネルギー強いんだなっていうことに気づいて、ちょっとハッとさせられましたね。モノローグで思っているセリフがみんなとこう過ごしている時とやっぱ全然テンション感違うんですよね。やっぱ学園生活の中でちょっとライト目にみんなと接している瞬間多いんですけど、その裏ではやっぱりこの自分がやり直す意味とか、そこに対する強い思いっていうのが結構出てくるので、どうしてもそこに熱を入れてしまって、そういうオンと裏の思っているモノローグの温度差だったりとかの違いっていうのは注目してもらいたい。彼が本当に何を思って生きているのか、この時代というかこの人生を生きているのかっていうのに注目してもらいたいですね。この程度じゃ同じ未来を繰り返すだけだ。面白いです、シンプルに。作品としてはものすごく面白くて、先の展開がやっぱり読めないんですよね。それは一回経験しているデジエルが立ち戻ってもう一回やり直そうとしても同じようにはならないっていうのと同じで、皆さんもこの先読めない展開を体験していくことになると思います。その中でデジエルが経験してきたもの、持っているもので、どう仲間たちを導いていくというか、どう仲間たちをこうルート取りをしていくのかっていうのをかなり面白い展開になっていくと思いますので、この読めない展開、それからド派手な魔法の演出だったり、そういったものを楽しみにしていただけると嬉しいです。この土地でアニメに出会えて、それをちゃんとその好きな気持ちを育める友達とかに出会えてよかったなと思いますね。うん、少し今回のロケを通してデジールの気持ちというか役に寄り添えてます。なるかな、これはなんないでしょ期間ここから今の自分をさらに一段階上げるためにやり直すかって言ったら、いや大丈夫ですって 今めっちゃ最高ですっていう気持ちでもあるので、いやだからでも自分の原点に立ち返ることができてよかったですね。でインタビューでもいろんなこう自分の好きなものの出会いとか、どうだったっていう、その頃自分はどうだったっていうのも思い出せて、逆にもっと今の自分を大事にできるなって思いましたね。ありがとうございます。